はい、皆さんこんにちは。今日もトライブやっていきたいと思います。前回の続きですね。前回こちらの狩人の小屋を作ったところで終わっていたと思いますので、今日はその続きです。まず狩人を見つけて会話をしてくださいということで、狩人さんのところに行きましょうか。まあそんなに遠くない場所みたいですので、まあ走っていきましょう。さあここからはどんどんこちらの砂漠の方の部族を復興していくのが目的なのかな。マップを見ると、まあここの近くにですね、他にも2つ、祭壇の方がありますので、まあ今後おそらくこちらの方を解放していくことになるんだと思います。ただそんなに部族がいっぱいあると思えないので、おそらくここの砂漠の部族か、まああっても1個ぐらいあるのかなという感じですね。よいしょ。さあ、狩人さんいましたので話していきましょう。狩人の小屋が建てられたよということですね。あ、次は長老か。長老はどこにいるんだ？長老は祭壇のとこにいますね。あ、ってことは、このまま、なんだ？ファストトラベルしていきましょうか。さあ、ということで祭壇までとりあえず来ましたね。長老さんはここにいますので、長老さんと話していきましょう。よいしょ。さあ、長老さんと話していくと。他の部族を探すのを手伝ってくれて。これひょっとして次の、あれなのかな、部族のとこ行くことになるのかな。ブリムストーンは危険には見えないかもしれないが、確実に危険だと。使い方を誤れば、神々はあなたの無謀さを罰するだろうということで、儀式粘土の贈り物を行うと。いうことですね。あ、ちょっと待って、ここにも、偵察人がいますので、まあ、ここを砂漠の場所でも、誰か、漂流者見つけることができるっぽいですね。あ、やばい。で、家の方がしっかり確保されてない。さあ、とりあえずここで粘土のやつを行いなさいと言っていますね。よいしょ。どれだ？休息小屋中。粘土の贈り物、これですね。神聖なお香を3つということか。さあ、自分の家に帰ってちょっと作ってきましょうか。さあ、材料の方は近くにあったので、すぐ作ることできましたね。これで OK。はい、まあ、もう一回長老と話しましょう。陶芸小屋の方ができましたね。まあ、ここでは粘土と黄色い砂を集めるところをちょっと作っていかないといけないので、まあ、それが大変ですね。あと人の方を集めないといけない。人の方はできたら部族の休憩所中ですね。こちらの方を作ってからにしたいと思います。骨の魔除けが15に神聖なお香が15と結構な量作らないといけませんね。よいしょと。さあ、これで終わったよと。いうことで、次は陶芸小屋を建てましょうと。まあ、建物系はおそらく材料は大丈夫だと思う。あ、これも壊せるのか。さあ、ちょっとぶっ壊して、木材にしていきましょう。建物、ここは粘土とかあるからな。粘土、あ、ここにも粘土ありますね。採取小屋とかはここ作りたいな。ということで、まあいいか。とりあえずここに作っていきましょう。どこだろう。家事市場。製造かな。陶芸なんでね。これか。さあ、こちらの方を作っていきましょう。よいしょ。さあ、とりあえず木とかはあるから、まあ問題なくいけるのかな。竹もありますね。竹は69。さあ、これで OK。ああ、砂漠の方に建てれるやつって大体みんな丸い屋根だな。ああ、これやばいね。これなんだ？粘土か。粘土が必要なの。これはやばいですね。粘土はあんまり多く持っていません。ただ、もう目の前に粘土はあるので、こちらを取っていきましょう。やばいな。そしてもう眠いよと言ってますので、まあ、この建物建てたら一旦寝ようかな。あと粘土の採掘人とかも建てた方がいいと思うので、あ、まあ道具もいろいろ作らないといけないんですけど大変ですね。よいしょ。さあ、ここは粘土が4つあるのか。さあ、蓋をしていこう。あ、疲れてるね。よいしょ。粘土ととりあえず黄色い砂だけ取っとけば大丈夫かな。
よしよしよし。さあ、どこだ？あっちですね。粘土40取ったので、これでなんとかいけるかな？草も必要と。よいしょ。ここは葉っぱ。危ない危ない。ここ、粘土だったらかなりピンチでした。あとはちょっとずつ入れていきましょう。よいしょ。葉っぱ、でっかい葉っぱもちょっと数少なくなってきましたね。どこだろう？ここもあるな。中身を置く。で、ここですね。おお、なんだこんな変な人形。粘土で作られた人形ですね。あとはここか。で、なんだろうこれは。竹のトーテムか。竹のトーテムですね。まあ、自分家がどこだ？自分家がかなり近いんで、やばい。もうちょっと睡眠取らないとやばいので、睡眠取ってから竹のトーテムを置きましょう。さあ、では、あとは竹のトーテムを取るだけっぽいので、まあ、竹のトーテム置いていきましょうか。よいしょ。さあ、これで OK。ちなみに必要な、ここ、陶芸小屋は粘土があれば、まあ、粘土ボール。これ、自分で作ってもいい気がしますね。特に、まあ、必要はなさそうな感じです。よし、鐘楼に話しかけよう。で、ここに採集小屋あたりをと作って、粘土と黄色い砂だけ集めといてもらいましょうかね。よいしょ、材料あるかな。さあ、とりあえず、陶芸小屋建てたよということで、次は何だ？集めなければならない。それら組み合わせることで、北の民族の行く手を阻む障壁を爆破する鍵になるだろうということで、爆薬を配合すると言っていますが、まず、その前に、勝手にですけど、採集小屋だな。採集小屋の方を建てさせてもらいましょう。これじゃない。どれだっけ？収集小屋、これですね。粘土は、黄色い砂だけだ。粘土は違うのか。ひょっとしたら陶芸かもしれないな。陶芸小屋が粘土取れるやつかな？黄色い砂の場所はどっかにあったんだけどな。ちょっと探して建てていきましょう。さあ、ここですね。黄色い砂、神の砂か。神の砂が 100% なんで、まずはここに作っていきましょう。材料足りるのかな？とりあえず、あとは家の方も建てていかないといけないんですよね。人の方が全く足りていません。よいしょ。とりあえず家だけは確保しないといけないので、まあ一回出来上がる前に家の方2軒ほど建てていきましょうか。よいしょ。さあ、とりあえずまずは収集小屋ですね。これで神の砂を集めてもらいましょう。やばい。竹の方もちょっと少なくなってきましたね。はい。ということで、こちらは建ててしまいましょうか。さあ、では一応ですね、人数分の家、それプラス1ですね。あと3人入れるだけと、あとは収集小屋と陶芸で粘土を取るところですね。3人ずつ入れていますので、これで大丈夫だと思います。一旦爆薬を配置するというのがあるので、爆薬作れるのかな？それとも向こうで、制作するのかわかりませんので、とりあえず一旦ですね、現地行ってみたいと思います。多分なんか廃墟の村のところですよね。なんか埋もれてたところがありますので、おそらくそこだと思います。一度夜かな？なんかで行ったことがあったと思います。いやー、ここもひどいな。かなり、ひどい状態になってますね。やっぱりなんか作るタイプなのかな。さあ、ちょっと見てみましょう。川が5、粘土が20。ということで、まずこれ、第一段階なのかな？他にも木を持ってきなさいというのがありますので、どうなんだろう。木は先に入れられない？入れれますね。とりあえず川持ってこないといけないみたいですので、川ちょっと取ってきましょうか。さあ、では川持ってきましたので、作っていきましょうかね。よいしょと。はい、これで、作れる。上の方は粘土が今度必要なのか。なんか釜みたいな感じですよね。粘土ちょっと取ってこないといけなくなった。毎回これちょっと品物取ってこないといけませんね。近くに粘土があれば、まあそちら取ってきたいと思います。さあ、今度こそ完成させたいところですが、とりあえず粘土は持ってきました。よいしょ。危ない危ない危ない。これめちゃくちゃ必要だな。そして木材。嘘だ。粘土がまだ必要だと。
めちゃくちゃ粘土必要ですね。ちょっとかなり、油断せずに持ってきたんですけど、70ぐらい一気に持ってかれましたね。ということで、また取ってきましょうか。最後なんだろう、きっと黄色い砂か、神の砂か、何かが必要なんでしょうね。さあ、粘土の方、今度は100ぐらい持ってきましたね。今度は間違いなく足りると思います。あ、なんか、人の形みたいな感じですね。ああ、これはなんだ、危ない。さらに粘土が必要だ。これはツタですね。ツタも結構必要ですね。で、中には神の砂が50と。やばいぞ、神の砂。やっぱりか。やっぱり足りませんね。これも100ぐらい必要ですので、神の砂取ってこないといけませんね。神の砂は近くにありましたので、すぐ取ってこれると思います。何回も行き来しましたが、これで終わってほしいところですね。人型のやつに、この神の砂がおそらく異様ですね。よいしょ。あ、できた。ようやくできましたね。長かった。おお、しかも点火ボタンとか押させてもらえないんですね。おお、岩飛んでくるし。さあ、これで北の部族への道が、開いたみたいですね。新しい部族を見つけるということで、結構展開早いな。さらにこちらもなんか、ちょっと折れてしまいますけど、なんかが取れるんだろうな。これじゃないのかな？このマークは何だろう？ツルハシなのかな？クワではないという感じですね。ちょっと待てよ。マップで言うと、ああ、もう結構近いね。かなり近いですので、このまま行けます。ちょっと第一部族から第二部族までの、あ、キノコが、間がめちゃくちゃ早いですね。ちょっとこのキノコは何だろう。またどうせ新しい素材としてこれ使うことになるんだと思うので、今のうちからしっかりちょっと取っておきましょうか。で、雨がひどい。めちゃくちゃひどい。雨がひどいよ。さあ、ここを登っていけるか？登っていけば、あっという間に新しい村ですかね。あ、もう村ですね。爆発ということで新しい部族と連絡を取ると。やばいな、これ高さ大丈夫？やばそうだね。やばいやばいやばい、落ちた落ちた。危ない。危ない。さあ、集落ありましたね。ここにいるのかな？はい、新しい村長さんですね。道なき道から来たのは誰だということで、その道の封鎖を解いたんだと。北の王国に何を求めているのだろうということで、香辛料を探していると。食料を長持ちさせるやつだということで、香辛料はある。でも食料がないと役には立たないんだと。市場を作るよと。あ、マジか。市場を作らないといけないと。ファイヤーマウンテンがその結果をどう思うか見てみようじゃないかと。火山の神々のやり方はまか不思議だよということで、まあ、ここに建てなさいということですね。で、祭壇の方はこちらの上にありますね。一旦覗ってこよう。これ壊れてなければ、そのまま行ける感じかな。大丈夫か？使えるか？使えますね。なんか15個置けって言われてるな。ツルハシなのかな、ここ。違うな。ここにやるためにはキノコの煎じ薬が5、そして石像。あー、石像あったね。なんかそういうやつがありましたね。ということで、またいろいろと、ありますね。トマスのツルハシまで、しっかりと解放しないと石が取れないみたいですね。なんかめんどくさいことになってきましたが、ちょっと、一応市場を建てれる場所まで行きましょうか。この祭壇を中心でいいのかな？どれだ？市場ですね。これは、ここに、ここに建てられますね。どうしよう、この中心でいいかな。まあ、いっか。また、後々考えましょうかね。とりあえず作るだけ作ってしまいましょう。ツタがないかもしれない。爆薬のところでかなりの量使ってしまったので、ないかもしれないですね。よいしょ、たっけ。ツタはまだ今のところ使ってないね。OK。よいしょ。当店はいらなかったはずだから大丈夫ですね。で、ここもつける。さあ、四つ角ですね。四つ角に草を置く。あとは棚かな？棚もそんなに枝とかだけだったかな？カッパ。カッパも大丈夫と。わあ、いや、この地域雨がひどいな。雨がひどい。よいしょ。さあ、あとはカゴですね。よいし。
OK。あとは中心のなんかカゴか。はい、これで OK ですね。あ、ここは村長じゃなくて、司祭様なんですね。あ、そして村人の方もいるな。さあ、話していきましょうか。これなんだろう、雨ひどいけど。どっか寝床があれば、そこを寝たいな。雨止むかどうか試したかったですね。さあ、市場を設置したよということで、使徒を見つけるということですね。使徒はどこにいる？近くの人かな？ああ、ちょっと遠いですね。はい、ということで今日はこれぐらいにして、また次回ですね、この続きやっていきましょうか。基本建物はこの祭壇を中心として、丸く建てていけたらいいかなと思っています。はい、それでは皆様ありがとうございました。